お誕生日おめでとう、はなやちゃん。これからもかわいいかわいいスクールアイドルでいてね。はなやちゃん、ハッピーバースデー。今日のスイーツバイキングいっぱい食べようね。はなやちゃんと一緒にいると幸せでふわふわって気持ちになっちゃうの。お誕生日おめでとう、はなよちゃん。お誕生日おめでとう。今日はね、おにぎりの形のケーキを作ったんだ。はなよ、誕生日おめでとうございます。今日はおにぎりを作ってきました。あなたに教わりましたから、今日ははなよの誕生日です。何事にも真面目に取り組む花代ですから、素敵な一年になるでしょうね。ハッピーバースデー花代。今日のパーティーはあなたがいなくっちゃ始まらないわ。花代ったら口の周りにクリームついてる。バースデーケーキ喜んでもらえて嬉しいわ。誰よりも可愛いかよちん、お誕生日おめでとう。今年もたくさん可愛いかよちんが見たいにゃー。かーよちん、今日はかよちんの誕生日だから、今日はかよちんが主役だよ。今日は花代の誕生日なんです。おめでとうって言われるととっても幸せな気持ちになりますね。あの、私今日誕生日で、だからみんなと一緒にスイーツバイキングに行ってきます。花よ、誕生日おめでとう。スクールアイドル小泉花よはこれからも期待大だわ。今日は何の日？ミューズの期待株、小泉花よの誕生日を知らないなんて言わせないんだから。とっても優しくて可愛くてみんなに愛される花よちゃん、今日は最高の誕生日にしようね。今日は花よちゃんの誕生日や。みんなちゃんとおにぎり用意した？花代はどんなことに対しても真面目に一生懸命取り組んで、とても魅力的なの。誕生日おめでとう。花代、誕生日おめでとう。あなたのマイペースなところ、私はとても好きよ。皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンでご覧の方は動画タイトルの下にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。この他にもいろいろなゲーム動画出しておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。